ここは鯉じゃない、金魚を釣るところで1時間500円からできる。網じゃないって本当に釣竿で釣るんだね。釣れた後のこの返すのはどうやってやるんだろうね。取るときもとりあえず。え？取れない。ここはいつも人がない。いや困ったら増えるの。すごいいっぱいいるんだよね。え、何でやるの？本当は500円だったのに300円にしてくれました。10枚貯めると1回無料。ネームラインの大きさにしてね。お金？お米、お米。あー、お米か。じゃあ、あっちに一人で、金魚を釣りましたらですね、はい、外すときに、はい、魚に触らないようにしていただきたいんです。はい、はい、魚に触ると、うん、人間の体温で死んでしまいますんで、はいはい、この針の先をね、はい、見えますか、はい、見えるね、針の先を持って、うん、こういうふうにすると外れますから。こうやってね、こうやると逆に入っちゃうんですね、うん、こういうふうにですね、先をこう、うん、で外れますので、ね、金魚触らずに、はい、でどうしても触らなきゃいけない時は、はい、水の中で軽く押さえてください。ギュッてしないでね、水の中で軽く押さえて、はい、それから木には針を飲み込んだ時にはこちらで取りますのでおっしゃってください。あ、そうですか。はい、もうない。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございましたか。わかりましたか。わかった。わからない時はお父さんにやってもらう。あ、はい、うん、米ぐらいの大きさに。重い。重い。ちょっとごめん。重い、上手、上手。もう、あ、入れるだけでいいの。うん、あ、あ、魚が食われた。あ、そうしてほしい。あ、あ、麦ちゃん食べてる。ついてる。歯みたい。うん、歯みたい。あー、食べてる。大きいんじゃない餌が。麦ちゃんの人気だね、餌。あ、取れた。え、意外と釣れないんだ。釣りたくないんだ。いいよ、釣ってみなよ。だってそういうやつなんだもん。釣れちゃった。釣りたくない、やだ。かわいそうじゃん、それ。あー、かわいそう、どうする。あー、できない。あ、おじさん、あ、奥まで行っちゃってるよ。あ、やだ、おじさん呼ぼう。え、それ食べてる？ちゃんと。もうちょっとちっちゃく巻いてあげれば。私は釣りはできない。いや、でも そんなこと言ってるとさ、釣りしてる人っていっぱいいるからさ。いや、ちっちゃい魚がかわいそう。うん、これさ、鯉に餌あげる。あのね、まあそれと変わんないよね。